1秒いいな、 0.1 秒いいな、100分の1秒削るために足を酷使し続ける同志たちよ、ファスターテックへようこそ。ハローエブリディ。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。まあ、ちょっと今回短めの動画になっておりますけど、2本立てになっておりますので何卒よろしくお願いいたします。まず最初に謝っておかなければいけないことがございます。第1回のファスターテックでですね、オールドライカーボンのシューズをですね紹介させていただきましたが、その時にですね、今現状で市場で手に入る世界最軽量のシューズは私の使っているジローのプラライトテックレースだと申し上げたんですけども、嘘でございました。誠に申し訳ございません。はい、私の買った時はそうだったんですけども、もうそれも2018年の話ですから、2019年の春にですね、なんと世界最軽量の座から引きずり下ろされ、S-WORKS EXOS 99、 こちらが現状世界最軽量のビンディングシューズになっております。そうだと教えていただきました。誠にありがとうございます。というわけでこちらですね、そういったことも兼ねてというか非常に興味が湧いたので紹介させていただこうと思います。発表されて半年以上経っているんですけど、そう、2019年の春頃に発表されたんですね。まあ最新情報紹介動画じゃないんで、ね、どうぞご了承ください。その名の通りですね、片足99グラム、99グラムですね。しかも42サイズの場合です。私の使用しているシューズは40サイズで297グラムなんですけど、99の同サイズ40サイズなら180グラムですね。100グラムも軽いんですね。普通のシューズの半分なんですよ、プロライトデックレースが。またそこから 30% ぐらいですからね、99。それもそのはずというか、7万5000円ですからね。もう世界で500足限定となっているんです。裏の肉抜きがもう半端なくてですね、15% は抜かれてるんではなかろうかと言わんばかりの見た目なんですけども、こちらのソール、なんと合成指数が13なんですね。どんくらい硬いねんそれと、おっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。シマノの最新ハイエンドシューズ RC9、 こちらのソールの合成指数は12です。非常に高合成だということでございます。そう、シマノの最高峰を上回る合成だということですね。で、その合成の差は分かるんかという話なんですけど、実際問題12と13とか11と13とか12とかいう違いはよく分かんないみたいですね。人によると思うんですけども、しかしですね、分からなくとも必ず縁の下の力持ちとして役に立っていると私は信じております。そして工程方法、こちらも見ての通り紐式でございます。もう私のシューズも紐式ですけども、あれもマジックテープですから、こっちはもう完全に結ぶ紐式となっておりますね。でですね、なんとヒールカウンターがないんですね。ヒールカウンターっていうのはですね、このかかとにございます硬い部分です。まあ運動靴であってもビンディングシューズであっても、ありとあらゆる靴に必ず入っております。これがないとどうなるかというと、スリッパみたいにですね、全速力で走ったりとか、うーんって踏ん張ったりとかできないようになっちゃうんですね。しかしそれを排除いたしました、 S-WORKS さん。もちろん代わりのもんが必要ですよね。そこで世界最高の強度を持つと言われるダイニーマメッシュという繊維ですね、こちらで作り直すという策に出ました。つま先は S-WORKS 同社の靴紐カバーつったらダサいですね、ワープ3という、まあ、シューズカバーですね。まあ紐とかを覆うことによってエアフローを滑らかにするという、そういった商品ですね。まあいろんな会社から出ておりますけど、そちらのワープスリーブをつま先にこう、もう完全に一体化させることによって、エアロとですね、引き足の剛性感をアップさせているということになっております。でこちらのもうExodus 99、レッド、このカラー限定です。こちらリミテッドですので、通常のイグゾスもございますね。ブラック&ホワイトが売っております。私ホワイトが好きなんで見た瞬間思ったんですけど、これがもしイグゾス99やったら買ってました。危ない
完全に手すべて買ってましたよ、真面目に。ちなみにこちらはですね、片足 150g42 サイズとなっております。40サイズなら 140g だということですね。5万2800円となっておりますね。定価4万4800円のプロライトテックレースと、おそらくマイナス10ぐらいだと思いますね。まあそちらの値段のあれもあるんですけど、やっぱりこれボア採用ですから調整が容易に行えます。走行中に、あ、ちょっと緩いなとか、ちょっときつすぎたなって時、ボアやったら、まあ、カリカリっと調整したりなんだりできると思うんですよ。できませんからちょっと外してえっとやったら硬すぎるわとか緩すぎるわとか普通にあるんですよ。それがないですから、圧倒的にそれはイグゾスの価値ですね。今欲しいなと思った皆さんのためにですね、そんな方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、下からね、もうホームページどこのリスポンスの悪さを我慢しながら一個ずつ一個ずつ見たんですけども、ゼロです。はい、しかし諦めないでください。どこかのショップにはまだ余ってるかもしれません。で、最後にですね、もう大変前おごりがございまして、調べることもせず自分のシューズ再軽量のとかふざけたことを言っておりましたから、今回は徹底的に調べさせていただきまして、ライテストロードバイクシューズ世界最軽量ビンディングシューズと1時間弱ほど調べ尽くしましたが、エグゾス99を超えるシューズは見当たりませんでした。これが世界最軽量全現在で間違いないと思いますが、もしもしまたこのバガジンがと間違えていた場合は、アドバイスいただければと思います。投稿日現状でね、まあでも意外にこういうのを全世界で正しい情報を掴むのって難しくて、世界最軽量はこういうのだよっていうラインナップを出してる動画とかブログとかにはまだ出てない、様々なブランドのホームページの一角に潜んでいたりするんですよ。で、そんな中でですね、面白いシューズを見かけたんでご覧いただきましょう。最後です、マビックコメットアルティメットシューズでございます。10万円でございます。両足で 400g なんですね。しかしですね、なんと外角がカーボンで覆われているんですね。もうカーボンシェルですよ、まさに。しかもこのですね脱着式なんですね。洗えてしまいます、おそらく。でもこの、ま、重量、ま、重量は仕方ないとして、この剛性感たらないでしょうね。気になる方ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。めちゃめちゃかっこいいです。これでそうやな、250g 切ってたら欲しいかなと思ったりしますね。というわけでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、よき自転車ライフをさようなら。あれ、チョリエル、あれ一本しか上がってないで、そう思った皆様、誠に申し訳ございません。チャリエルが 7FC ロードを組んだらの動画、絶賛間に合いません。パーツに分けての CG、 それを組んでどうなるかっていうのと、撮影はもう終わってますので編集だけとなっております。というわけで、次回の動画は2019年最後、シャリエルの 7FC ロード、いよいよお披露目だぜ。